はい、またねポケモン GO をねやっていこうと思います。なんかイロレジギガスが実装されたらしくて、まあ、捕まえに来たんだけど、まあ、普通にやってるだけじゃ面白くないから、まあ、もし今日中に捕まえれなかったら、動画の最後にレジギガスのものまで乗っけときますで出る確率が、まあ、なんか 5% ぐらいなんだよね。だ結構出にくいと思うから、行こう。とりあえず1匹目のとこに来たから、まあ、こいつをまずしばいていこうと思う。これちなみにもう1匹目で出たら俺帰るから帰る帰るよ。あでもねやっぱ駅前だからちゃんと人いるね。この服装やばいっすか。いや街に溶け込んでいると思います。溶け込んでる、はい、逃げてるこれ。その服やっぱ都会はええな。多分田舎でその服やってたら友内の笑い物にそう、なんかあのあそこに住んでるお兄さんやばいんだけどみたいな、井戸端会議で出されるいやでもなんかこの前俺んちエレベーターあるじゃん、はい、あそこに、まあ、俺普段とかはメガネかけて髪もボサボサなんよ、はい、で寝起きで、まあ、コンビニ行こうと思ってコンビニ行って帰ってくるときエレベーターに俺が乗ってたら小学生の女の子乗ってこなかったいや俺さ結構なんか乗ってくるんかなと思って、申し訳ないからボタン押して開けとくじゃん扉、全然乗ってこんかった逆に気まずくなったわそれでちゃんといい教育受けてるんやろな、ね、お母さんとかお父さんに、お母さんとお父さんに危ない人と一緒に乗らないように正しい判断だわ。倒せるかなこれ。ちなみに俺あの、はい、都会パワーに甘えてるから、はい、ポケモンとかなんか強いやつ使ってないっす何がこいつに強いのか分かってない。俺ラティオスで戦ってるもんだってでもまあ余裕で倒して、いやもう終わっていいけどな俺。まあ、あ2回目の場所に来ました。ペンギンのいるバーね。ここはあれだよね、最初にモコウ先生と動画撮った時にね、ポケモン GO のギラティナかな、ギラティナだったと思うけど、の場所です。俺のチーム見てほら強そうっしょ。ラティオス、ディアルガ、バンギバンギバンギ、グラードさすがに格闘タイプの方が強そうだけど、これ1人溜まったらもうよくない。いやそのシステムね、はいまだに改善されてない、うん、ポケモン GO の悪いとこそこだけ改善されてない、うん、部屋のマックス人数20人なのに20人埋まってもなんか2分間くらい待たされるっていうガチぬるゲーだな、規制してるわ田舎のポケモン GO さやってみたいわ。なんか多分同じ人とばっかりやるじゃん、ね、確かに仲良くなりそうじゃない同じ人とばっかやってたら、あまたいたみたいなこの人またこさっきもいた人だなみたいな。出ちゃった色、えマジやん、やばいってやばいってこれなんかあれないよね、なんかさここで出たら他の人も出るみたいなシステムないよね。ないと思いますちょっとうざいってガチにびっくりした今うざいってマジおなしゃす普通でしたレジギガスがいるんで倒すんですけど、ちょっうっせえマジで絶対これあれだわまあ今までだったらこの距離も届いてなかったけど、修行して円の範囲が伸びたからこれも届きます。ここガチの駅前だからめちゃくちゃ人も多いし車も多いからまあまあうるさいっていう。とりあえず倒した。稼げる男になります。稼げる男になってきましたとりあえず、はい、何体目だっけ俺、4体目かな。あ、やばい、マジでずっと頭の中流れてる、うん、その話だよ、ね、なんか、はい、倒しました。で、やっぱりちょっと攻略法みたいなのをさ、ちょっと教えとこうと思って、はい、ボールの投げ方を教えるわ、まあ、やったことない人とか、まあ、これからやろうと思ってる人たちのために。でもとりあえず色かどうか見よう。まあ普通のやつで、普通のやつなんですけどね、はい、まず金釣り投げます。これマストで、この円がちっちゃい時に捕まえると捕まりやすいっすよ。でそのサークル固定法っていうのは、このなんか円ってこう常に動き続けてるんだけど、なんか固定する方法があるんだよね。まあ見といて。あ動いてます全然。
固定してない固定されてないマジ、はい、いや止まんないこれ壊れてるんだろこれ壊れてる壊れてる止まんない止まんない止まんないもう一回やるわ、まね、レジキャスはちょ的がでかいから当たりやすいっす、はい、サンシャインシティにうどん食べに来たんだけどなんかコナンのステッカーがもらえるっぽいけどいや俺ねあでも灰原愛がいいな一番、まあ、とりあえず車で持つか何でもポケモン GO もどうでもよくなってますじゃこれをもらったんですよ、はい、さっき飯食ったところで俺見るわうわっ、あれはいやでもいいえ赤いじゃん赤い周知だいいなぁ赤井さんは当たりじゃないですか絶対かなり当たりよ、うん、かなり当たりでしょこれのやつは大外れだよこれ大外れいやでも愛ちゃんいるわ愛ちゃんいるからこれ大外れはい少年探偵さん円楽が映ってる全部ちょっと外れ俺の稼い俺の稼い俺の稼い俺は忘れてましたよ今忘れてた俺は忘れてたけど今急に流れてなんだっけここあのポケモンセンターあるとこでなんかポケモン GO ラボっていうポケモン GO のグッズとか売ってあるとこがあるよそこに立ってるから、まあ、言ったらこう聖地なんよねポケモン GO の出ないわけないから、まあ、こいつを縛いていくよっしゃいちょっと色ってやっぱ方向を向いてねこっちにいるから神がお祈りもしました場所も完璧ですうわっうっさマジで時間なんか6時の鐘が鳴ってるわいやなんか俺6体目なんだけど多分ここ倒したらしばらくいないんだよねしばらくいないからこうラストチャンスかもしれない今日のさすがに場所いいから来るでしょ俺の選手選手バンギバンギバンギレジギガスギアルがメタグロスバンギばっかいや多分これさっき入っ捕まえたレジギガス入ってるよ知らんけど何もストローってない俺さ気づいたけどさ、はい、ポケゴのレジギガスって絶対強くないだって特性ないじゃんあー確かにスロースタートないですねゲームだと最初5ターンさ素早さと攻撃が半減なんだけどポケモン GO ってさ特性多分実装されてないからうんでもなんか数値とかは結構ねあのゲーム準拠だからさ強くねもしかしてレジギガスって720とかっしょこいつ合計やば倒しました OK っすおそらく今日ラストチャンスになる可能性が高いググ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 グ